お送りします。 戦いの時が来た。 打って打って 打ちまくれ。 ローリングサンダー ナムコ。 母さん大好きピンボール。 父さん一生ピンボール。 年間バトルで弾かれて。 兄ちゃんサッカーホッケー。 熱くなる。 ファミリーピンボールナムコ。 中心ライガー。 ファイヤー。 この変身で魔竜王ドルガを倒せ。 ロボットよりもすごいやつ。 行かれ戦え。 バイオアーマー。 重心ライガーとドルガ。 宿敵魔竜王ドルガ。 Hi everybody, 矢上彩子です。 今目の前には 第三次世界大戦を思わせる悲惨な光景が展開しています。どこからともなく現れたモンスターにより、この町の3分の1は廃墟と化してしまったのです。ただ悪夢としか表現しようがありません。この機械ともいえる状況に自衛隊員ですらパニックに陥っています。おら、いい加減にしろ。早くここからどきたまえ。報道の自由は無視するつもり？貴様らのおかげで 救助に向かう我々が足止めを食っているんだぞ。あら、気がつかなくてごめんなさい。じっちゃん、目を覚ましてくれよ。もしかしたらこのままそんなことになっちゃったら俺どうすりゃいいんだよ。わしはもうダメじゃ。 じっちゃん、もうダメじゃ。死なないでくれよ。じっちゃん、バカ、よし、やめんか。もうダメだ、この歩き気に。人が心配してりゃいい気になりやがって。やめんか、こら、病人に向かってなんてことするって。何が病人だよ。 ただ足怪我しただけじゃんか。俺は騙せねえよ。ケン、ケンよ、よく聞くのだ。あの岩を断じて奴らの手に渡してはならん。え？鬼ヶ岩の鬼を目指させんとする者あらば、獅子の血を引く者、天に迎えてライガーの名を呼べ。これが大河家に伝わる言い伝えだ。獅子の血を引く者。 岩の中にいる鬼というものがどんなものかはまだわからん。だがその鬼を人間界に表さぬことが大河家へ生まれた者に課せられた宿命なのだ。そのために神は戦いの化身獣神ライガーをこの世に残された。獣神ライガー、ケンよ、ライガーと共に鬼を目覚めさせようとする奴らと戦え。わかってるよじっちゃん。 俺、奴らに負けないぜ。我が神ドラゴよ、100万年の長き眠りより目覚め、その偉大なるお姿を我らの前に現さん。我が神ドラゴよ。 その力を我が帝国に与えたまえドラゴよ。我は破壊の神ドラゴなり。ゾーラ様に
ドラゴの神が移られた。我が血を引く者たちにず、我に人間どもの苦しみ悲しみの声を捧げよ。しからば我再び蘇らん。今のお言葉確かに聞いたろうな。一刻も早くドラゴの神を人間界に解き放つのだ。今こそ我らドラゴ人が世界を手中にする時ぞ。我らの前に人間どもをひざまずかせるのだ。ザーラ様、今一度私ドルアーミーに出撃のご命令を。必ずやあの謎のバイオアーマーを倒し、封印の岩を持ち帰ってみせまする。その言葉確かであろうな、ドルアーミー。はは、私にも出撃のお許しを。わざわざリュードルク様が出撃するほどではありませぬ。そやつの始末はお前に任せるよ。ただ私は赤いバイオアーマーをこの目で見たいだけさ。リュードルク、ドルアーミーと共に出撃するがよい。しかしザーラ様。ドルアーミー、行け。りっちゃん、元気そうじゃ。バカたれ、病室で大声出すな。ごめんごめん、ちょっと剣に用があってね。うるせえな、何しに来たんだよ団子。町に行ってみようぜ。町？八神佐恵子が来てるんだよ。八神佐恵子？そうだよ、あのテレビレポーターの八神佐恵子だよ。八神佐恵子、本当かよ。こら、ほんとほんと、アメリカ行こうぜ。じいちゃん、俺町行ってくるわ。はいはい、はい、じゃあね。こら、ケン、怪我人になんてことするんだ。お前、テレビに出られるかもしれないぜ。俺が？そうだよ、ケンのこと取材に来たに決まってるじゃん。どうしてだよ。ケンが呼び出したあれだよ、あれ。ああ、ライガーのことか。ライガーか、かっこいいな、あれ。あたりきよ。もうやだ、どこまで歩けばいいのよ。もうすぐ町を抜けたところだから頑張りなさい。もう疲れて歩けないよ。急げ団子。待ってくれよケン。もたもたしてると帰っちまうぞ。早く来なさい。マイ、早く来い団子。何がどうしたんだ。どこ見て走ってんのよ。寝ぼけてんじゃないのあんた。何？何よ。やめなさいよマイ。何よ。なんだよ。おい、何よ。この辺りじゃ見かけねえ顔だな。女のくせに生意気だぞ。生じゃなきゃとっくに死んでるわよ。だっていいじゃない、減るもんじゃないし。減ったかもよ。どうして電撃スカートめくりが分かったんだ。どう、満足した？満足するか。女が女のスカートめくってどこが面白いんだ。じゃあこうすれば。刺激が強かったかもね。やりすぎよマイ。
あれは。また来おったか。来たわ。しっかり取ってよ。虫けらどもめ、踏みつぶしてくれるわ。行け、ブルトプスよ。ブルトプスよ、踏みつぶせ。人間を苦しめ、その悲しみで封印の岩を出現させるのだ。また奴ら街を壊す気か。あ、奴らの好きになんかさせるもんか。ごめん、自転車借りるね。え、あ、俺のチャリンコ。ダゴ、止めろ。え、え、人間どもめ、もっと苦しめ、投げ下げめ、貴様らのその力が必要なのだ。ドンサイ君もジャポニカだ、ケンサイ君もジャポニカだ、ガディベンだけがノーじゃない、たまに遊ぼうジャポニカを、忘れることもいいものさ。ジャポニカ学習帳使ってるか。はい、ジャポニカ、ジャポニカ学習帳。謎の戦士ルシファービット登場。ギガマックスと全身の武器がうなる。サイバーコンプルシファービット。950、100万、東海山を支配するのは果たして誰か。あちしだよ。キミコも集めてる、渡るのマシンコレクション。そんなこと言ったってよ。お、
わかった。今抜いてやるからな。我慢しろよ。大丈夫か、タンゴ。大丈夫だけど、痛えよ。ちくしょう。タンゴをこんな目に合わせやがって。奴らぶっ飛ばしてやる。これが謎のバイオアーマーか。また出たわ。そんなあの子がそうだったなんて。ここは任せて引き上げよ、マイ。これ以上お前らの好きにはさせん。行くぜ、ガイガいるのか。こいつ今までのやつと違う。すごい迫力だ。リュードルグめ、獲物を横取りする気か。アリュウオートルガ、行くぞ。負けるか。剣しっかりしろ、立つんだ。何やってるの、おじいちゃん。所詮我が敵ではなかったということか。死ね。
勝負はあった。意外と脆いな。頭にきた。許さねえ。抜け上げなど小賢しいこと考えるからだ。おお。封印の岩が消えていく。しまった、出直しだ。引き。ライガー、この勝負ここまでだ。助かった。あ、じいちゃん、じいちゃん、じいちゃん、無事だったんだね。当たり前だ。あ、お前たち。あ、自転車ありがとう。あなたがライガーに乗ってたなんて驚いたわ。なんだ、この子たちともう知り合いになってたのか。知り合いつったってこいつら勝手に。私、上白舞。私はユイ、よろしくね。よろしくって。うん、詳しい説明は家に帰ってからだ。肩を貸してくれんか。家って、じちゃん、もう退院してもいいの？ねえ、タイガー竜像、こんな怪我ぐらいでいつまでも入院していられるか。のユイちゃんに、マイちゃん。この、何すんのよ。5つ数えてあがんなさい。エビ、サケ、カニ、焼き豚、五目。ああ、待ってよ。さあ、あったかいうち食べようね。いただきます。はい。ああ、急がなくちゃ、急がなくちゃ。